ブロアムとは、日産自動車がかつて、セドリック、グロリア、およびブルーバードシルフィにそれぞれ設定されていた、グレード名である。セドリック、グロリアの330型より、追加設定されて、430、Y30 型では同社の中で上級にあたる、グレード名として設定され、Y31 型。 Y32 型、Y33 型ではスポーティーな走行性能に重点を置いた、グランツーリスモに対して高級感を求める保守的ユーザー向けのブロアムが設定されていた。Y34 型以降は、それまでのグランツーリスモのコンセプトをグロリアが、ブロアムのコンセプトはセドリックが担うこととなり、ブロアムのグレード名は継続生産されていた Y31 型、セドリック、 クロリアセダンのみとなった。また、Y30 前期型の途中から追加設定され、Y33 型まで存在していた、ブロアムシリーズの最高級グレードのブロアム VIP では、全席パワーシート、ロックスピーカー、エアサスなどが装備されていた。2005年12月21日にフルモデルチェンジした2代目、ブルーバードシルフィで、高級志向の法人向けグレードとして、 ブロアムが復活したが、MC 時に廃止された。ありがとうございます。